いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は、北米の先住民に伝わる白い牛の女の伝説から、ホワイトバッファローウーマンを取り上げてみますね。バッファローは現地ではアメリカバイソンを指すみたいなんですね。大昔から先住民たちは、その肉を食べ、毛皮で衣服を作ったり、骨や内臓を使い、生活用具を作ったり、このことから、バッファローは生活の糧だったんですね。代表的とも言えるのが、スー族なんですが、彼らも恵みを与えてくれる大切な存在として、崇めてもいたんですね。そのスー族に伝わるのが、白い牛の女の伝説なんです。大昔、獲物を取ろうにも取れなかった時があって、人々が飢えに苦しんでいたんですね。そんな時に、この地では見かけない容姿をした美しい女性が、スー族の元を訪れたそうなんですが、見たこともない美しさに、一人の若い男が、口説こうとして、体に触れようとした途端、稲妻が男性に落ちて亡くなってしまい、その様子を見た人々は、聖なる存在に違いない、として、丁重にもてなしたそうです。自分たちが満足に生活ができているわけでもないのに、できる限りのことをしてくれた彼らに感謝し、聖なるパイプを渡したそうなんです。そのパイプとは、いろいろなものをつなぐものだったんですね。地上と天井、男性と女性、死者と生者。彼女が数族の元を去る際、白いメスのバッファローに変身したらしいんですね。そして、まるで人々を上から救うように、どこからともなくバッファローの群れが現れたと言います。これが平和を説く白い牛の女、ホワイトバッファローウーマンのお話です。でももしも実際に存在したら、うかつに近づけませんよね。特に浴場しがちな男性の方とか、一瞬であの世に旅立つなんてごめんですからね。ホワイトバッファローウーマンが与えたという聖なるパイプ、世界各地の先住民たちの間では、自然の中の精霊たちと交信する際、煙って重要なキーワードだったりするんですよね。地上と天井をつなぐものだったとも言われていますから、関係しているかもしれませんしね。そして何よりも、日本史に登場するあの人物を救ったのも白い牛でしたよね。ありがとうございます。おすすめに上がってくるものが新しい動画とは限りませんので、チャンネル登録や高評価などもいただけると、動画作りの励みにもなり、助かります。その白い牛に救われた人物とは、学問の神様としても知られる、菅原の道真。その道真が、右大臣に昇進した頃、朝廷に大事変が起こり、道真の身にも危険が迫ったらしいんです。その時、どこからともなく、白い牛が現れ、道真の身を救ったということから、天満宮などには、天神の使いとして、牛の像があったりするんですね。菅原道真のたたりと言われるものに、落雷があるんです。これがもし、濡れ衣を着せられたまま亡くなった道真を哀れに思った白い牛の女が起こしたことだとしたら、不思議と辻褄が合ってくる気もしますよね。